the scenes of the four powers utilized their connections and called upon the group known as Killer Seven. Their only hope rested with them. とんでもないゲームですね。本当苦労しましたね。もうこんだけ苦労する作品は珍しいんじゃないかな。バイオはバイオでやっぱり苦労はありますけど、やっぱり違うなんかぶっ飛んでる部分での苦労が盛りだくさんだったんで。It is serious and it is dangerous.それ大変ですよね。はい、大変ですよ。It is dangerous, dangerous. It's me. So you're there yet? 常人では考えられない発想をするし、行動をするし、発言もするんで、もう天才ですね。いい意味も悪いも含めて天才。去年のある程度段階で、まあ、一通りできてたっていうのが、まあ、自主版なんですけどもありまして、で、まあ、PS 版の作業っていうのも同時に進んでたっていうのがあるんですけども、まあ、初めてその完成してから発売っていうのが結構スパン空いたっていうのが今回のキラーセブンっていうのがあったんですけども、やっぱり実感がなかなか作ってから反応っていうのが、例えば小林さんであったり三上さんであったりカプコンの皆さんからっていう評判は聞くんですけども、それがこうダイレクトなまだこう実感で自分が何作ったのかっていうのがちょっとわからない状況というのがしばらく続いたんですけども、結構ようやくこういうふうに反応を聞いたりとかっていうので、なんとなく面白いゲームになったんじゃないかなっていう。I went to see the devil. Now it's your turn. Talk all you want. Fuck you! The soul of the rival lives in this place. その7人ってとこから言うと、実は7人なんだけど、実は1人の老人の人格ってところでまずちょっと衝撃があるじゃないですか。え、7人の殺し屋の話じゃないのっていう、実は1人の老人だよ。Please, be careful, sir. なんですかね、車椅子に乗った老人が主人公で、いわゆる7つの人格を彼自身の中に形成していて、で多層人格としていわゆる具現化した人格を保有する老人が主人公になります。いわゆる、まあ、やはり多重人格っていうものをベースにした時に、その、まあ、ビリー・ミリガンもしっかりなんですけども、やっぱり国籍年齢性別問わずいろんな人格を保有しているっていうところのベースがまずあって、でいわゆる世界各国の凶悪な連中たちがハーマンの中に取り込まれるという、一応そういうイメージでまずキャラクターは造形をしました。はい、僕はコヨーテが好きなんですね。ですね、理由はわからないんですけど、なんでですかね。構えがかっこいいんですよ。ぜひ遊んでほしいんですけど、こうやって構えるんですよ。はい、これがめちゃめちゃかっこいいんで、はい、僕はファイプロを作った時も河野っていうキャラクターが好きだったんですけど、これがいわゆるヤクザキックで、コヨーテもヤクザキック使うんですね。 Fucked my
なんかそんな感じで好きなんですよ。Oh, you are a fool. Dangerous.Very dangerous. It is pivot node at the naked blade. Shit. Fuck it. いまだに大丈夫だなみたいな。いまだに心配ですもんね。Rain shakes at the square button.本当にカプコンさん懐深いなっていうふうに楓で感じますよね。まあ普通のプロデューサーが見たら多分ダメでしょうね、この内容とこのセリフっていうのは。そうですね、もう後の日なんて本当はあれですよ、おもちゃみたいなもんですよ。本当にオナニー程度ですよ。本当もうこっちがもう絶頂いってますから、はい、もう何やっても逆に言うともう、ああ面白いです面白いですっていう、はい、で逆にこっちはもっともっとっていう、はい、でまあいろんなキャラクターが出来上がってきたところもあるんですけど。いらっしゃいませ。What? You wanna eat? もうここやっぱウルメーダ衝撃でしたからね。いやそこ行ったわ。やっぱウルメーダはまずありますね。はい。The name's Andre Almeida. I am a man with a plan. もう冒頭の語りからすごいですよね。The people will come to me for salvation. I have a hunch that something's gonna happen. Take this Stacy concert going on right here. Something very bad is gonna happen here.You ever met the kind of people that come to these Stacy concerts? These dudes have got energy to spare. We're talking guys who beat off 4 times a day. This is an epicenter of energy, man. But this Stacy they love, she's an illusion. But in the new age, there's no fooling them, no sir. They won't be tricked by illusions anymore. Oh, oh my God, I can't hold back. Oh, oh God, oh, I'm coming. Oh, oh, yee-haw! Woo!あれ多分ゲームでやったことないんじゃないですかね。書きすぎました最初。ものすごく書きすぎました。あそこだけで多分5分ぐらいありましたね最初。書きすぎてもうもっと言いたいんですよ、やつは。もっといろんなこと言いたくてですね、遠回しいろんなこと言いたくて、はい。有名だわ。とにかく相当早い段階でまず雲男のシナリオはもう構想が出来上がっていて、多分あれは3日ぐらいで書きましたね、シナリオとしては。そうなんですか。2日か3日ぐらい、本当時間かかんなかったですね。なんていうんですかね、革命家だと思うんですよ。で革命家を描くときにウルメーダの場合はやっぱり多分ちょっと尋常じゃない野心があって、でまあ変な話なんですけど、この世の中に今ないものを後世に残していくっていうものが雲男のシナリオというふうには考えてるんですね。でそれをいわゆる 文化にしたいみたいなところのウルメダの野望っていうのがあるんですね。だから本当の意味の、まあ、ある意味起業家ではあると思うんですけども、そういう今世の中に存在しない新しいタイプの、いわゆる起業家というものを描きたい、はい、で革命家っていうのを描きたいという
そこがまずウルメイダの魅力というわけじゃないですけど、僕がすぐ描けたっていう要因だと思うんですよ。もう僕が描くんじゃなくて、もうウルメイダが完全に出来上がってたんですね。だから彼の喋ることっていうのをまんまトレースする作業みたいなだったように思うんですね。はい。純情可憐な花一輪、歌の群れを殺めてくれよ、ヘッドマスターニートガール、殺めブラックバーン、サバイブ。そのなんと犯罪者が持ち得る独特のチャーミングさってあるじゃないですか。なんかそこの延長だというふうには考えているんですよね。あのクンランが化けるっていうところもそうなんですけども、あれもやっぱりクンランは単なるいたずらなんですよ。でいわゆる神のいたずらの延長がああいうことであったりとか、でどこか悪ふざけみたいなもの、あれがその犯罪者のが持つ本当の悪ふざけがあんな姿になって、いわゆる本当人を小馬鹿にしてるっていう、もう それだけなんですけど、そういうものが伝わればいいかなっていう、はい、よく言うのはやっぱ須田さんの世界観とか須田ワールドっていうんですけど、そのワールドに入って馴染めばよし、馴染めなかったら多分抜けるっていう、それだけかなと。まあ、大絶賛と、もうこんなゲーム嫌だっていう人は極端に二極化すると思ってますね。なるほど。Check. The press is gonna be all over this one. This time, the game is mine. I'm Japanese. How the hell should I know? You really are a villain. So I ask you, forget what you witnessed here today.Check. やっぱり人間であり、あの生きてる連中、まあ、そこやっぱ生を描きたいというのかと思うんですよ。で死を描くときにやっぱり生をおなざりにするとかっていう、そのよくゲームが言われる、例えば本当メディアが軽く死を扱ってるみたいなことをゲームは言うじゃないですか。でもそれに対してやっぱ僕はムカつくんですよね、ものすごく。